冠式だ。今日は戴冠式だ。まだまだはもう空いてる。なんて久しぶりなの。さあもうこんなにたくさん閉ざされてた部屋もお祝いのために綺麗に飾られて、まるで違う場所ね。不思議な気持ち、この時を夢見てた。そう生まれて初めて音楽に乗り、生まれて初めて踊り明かすの。嬉しすぎてあたし舞い上がりそう。もう一人じゃないと夢のよう。今日はいろんな人に会えるのよね。運命の人にも会えるかも。今夜は美しいドレスでおしゃれして、誰よりも魅力的に。突然気がつくの、素敵な若者に恥ずかしいからチョコを食べちゃう。いろいろお話しして仲良くなるの、なんか変な気持ちね。生まれて初めて心が踊るの。生まれて初めて声をかけられたいの。ロマンスの訪れを密かに祈ろう。特別な誰かと出会えるように。一人でいたいのに誰にも会いたくない。もしもこの手で触れたらみんな気づいてしまうわ。でも今日だけなら、今日だけでもうまくやろう。夢を見たい、開くのだ門を。今生まれて初めて一人でいたいのに、自由に暮らせるの。誰にも会いたくない。連れても帰よう。恋を見つけて隠し通すのよ。一日だけでもときめきたいの。そう生まれて初めて、生まれて初めて自由だから。セラの茶色いとこだけ先に食べちゃって、黄色いとこを残すなんて、なんて失礼なの。そんなことなら最初からフードパック入れて。こんにちは。今日皆様のお供いたします戸田と申します。これから皆さんの参りますアドベンチャーフィールドの方では3つの誓いというものがございます。一つはまず皆様の勇気を確かめるこの黄色いボタン、こちらがございます。皆さんの前にある動物たちが危険信号を表していた時には黄色いボタンを押してください。間違って赤いボタンを押しますと、そのシートが倒れる仕組みになっております。どうぞご注意ください。